皆さんこんにちは、三輪恵梨香です。今日はMC ね、舞台の上から MC をするときにどこを見たらいいのかっていう、そういう問題についてお話をします。ポイントは3つあるんですね。まず MC なので、ある程度の原稿はありますよね。ある程度の原稿はあるんだけれども、歌とかセリフみたいにもう絶対かっちりこういうパフォーマンスですっていう感じではないじゃないですか。歌だったらはーとかできるし、セリフだったらあーとかできるけど、 MC ってやっぱりこう話しかけるっていうのがね、とても大事になってきます。で、そんな時に話しかけようと思って会場を見るのに、会場の中のお客様が目が合った瞬間にとかね、目が合った瞬間にとかね、あるいは会場を見てみるととかねっていう人たちがいると、すごくこう舞台の上から悲しくなってしまうじゃないですか。私は大学でも授業を教えてるんですが、大学でもね、学生がもうってやってるのを見ると、やっぱりそりゃつまんないだろうなって思ってしまいます。まあね、つまんないって思ってる人はもうしょうがないのね。大学とかセミナーとか、自分のまあセミナーも自分のお財布を痛めて、懐を痛めてくる人は、来たいと思ってるから吸収しようと思って熱心に聞いてくれると思うんですけど、大学の授業とか、あるいは会社がお金を払ってて無理やりお前出てこいって言ってくるセミナーっていうのは、なかなか本人たちがね、なんでこんなとこにいなきゃいけないのよっていう気持ちで来てたりする場合ってある。だからそういう人たちはもうってなってたりもするわけですよ。まあ大学生だったらね、大学生ならこうで、会社の人とかだったら、はあ、知ってるしそういうのみたいなね、そういう顔で来る時もあります。だけどコンサートとか、それから本人がお金を払ってきているセミナー等々ですと、大概の場合はやっぱりすごく楽しむためにそこにいるので、わざわざつまんない顔を見せるっていう既得な人っていないはずなんです。さて、まあそういう状況を分かっていたとして、ポイントは3つ。まずその1、つまらない思いをしたいと思って来ている人はいない。だからあなたが目が合ってもそらしてしまう人とかは、目が合っちゃって本人たちの方が、あ、目合っちゃったよっていうような感じで恥ずかしがってね、そらすっていうことがかなりある、特に日本人の場合はっていうことです。だから本人たちは自分が目をそらしたことで、あなた舞台の上の人が気持ちが萎えてしまってるっていうことは想像が至ってないんですよ。全然わざとじゃないの。だからまず目そらされても、それからちょっとね無表情でもあんまり気にしないことです。無表情に目をそらすっていうのは、私たち現代人の日本人の特性でもあるのでね、ちょっと残念なんですがそれ本当なので、そこはあんまり気にしない。これポイント1つ、気にしない。2つ目のポイント、無理に不機嫌光線を発してくる、あーつまんねえしこれって思ってる人の場合はどうするか。これはね、ちょっと大事なポイントがあって、あなたが人気が出れば出るほど不機嫌な人たちも増えます、いろんな意味で。なので不機嫌な人はもう必ずいるということを、やっぱり心の中で受け入れる。で、万人を満足させるつもりでプログラムは組むけれども、実際その場で万人を満足させようと思うと、あなたを本当に気に入ってる人を不満足に忘れてしまう、忘れてしまって、あなたを本当に気に入ってる人を不満足にしてしまうっていうことってすごくあり得るわけですよ。だから、まあ不機嫌そうな人を見ても、あなたを気に入ってくれる人をね、探しましょう。気に入ってくれる人、あなたをキラキラした目で見てる人に向かって話しかける。それから遠くにもそういう人がいるかもしれないから、遠くの人も、遠くにも自分を見てるかもしれないっていう人を探す。そうやってね、ファンを増やしていくわけなんですよね。さて、1つ目、気にしない。2つ目、不機嫌な人を見ても遠くの方のもっと自分をこうサポートしてくれる人を遠くにも、そして近くにも探そうと思う。で、3つ目、さて
人数が多くなりました。細かい人数だったら、細かい小さい人数だったら直接ね、一人ずつの目を見ることも可能だと思うんですが、人数大きくなってきたら全員の目を見るって、これちょっと不可能。そういった場合どうしたらいいかって言ったら、今ね、私これカメラを見て話をしてるんですが、これはお客様にとっては自分に話しかけられているっていう感じですよね。でもまあ、これ会場の方だったら、もう少しちょっと皆さんの視線の少し遠くの方を見ていきます。で、こちらにも忘れてないかなって思うし、こっちの方の人にも話しかける、それから少し遠くの人にも話しかけ、少し近くの人にも話しかけていく、こういう感じで全体としてまんべんなく見るけれども、絶対にという言い方もおかしいけれども、さっきも言ったように日本人って目が合うと少しこう照れくさくなってしまう特性があるので、直接その人の目を見つめようと思うよりは、少しその目と目の間というかね、この脳天か、ちょっとこの辺ぐらいなところをこう軽くグライダーがスーッて低空飛行するみたいに飛びながら、でもこのブロックに話しかけてますよ、そっちのブロックに話しかけてますよと、そっちのギャラリーの方にも話しかけてますよ、それからこっちももちろん忘れてないです、そして前のお客様楽しいですよねっていうことを、ガバーッとこうね、グループとして見ていくんですよ。そうすると、そのブロックとして見たところの中の人たちは自分が話しかけてる気にもなりつつ、直接話しかけられすぎてて、ね、何これ私にだけ話されてんの、ちょっとやめてっていうようなこともなくなります。突然ね、目を合わせて話しかけられてしまうと、なんか「あ、今目見られちゃった」っていうびっくり感の方が大きくなってしまって、その瞬間を焦っちゃって逆に楽しめないっていうことって結構あるんです。だから直接目を見るっていうことはそんなには大事なことではなくって、やっぱりまんべんなくお客様に笑顔と、来てくださって本当にありがとう、楽しんでますか、私楽しませていますか、楽しんでもらおうと思っています、だからこういうことをするし、ああいうことを提供するし、こんな話もしていきたいと思います、本当にありがとうっていうありがとう光線をね、目からいっぱい出してその場にいるようにしましょう、というのが MC の3つのポイントです。ではまた。バイバイ。